こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は激安通販サイトシーンで買ったものを紹介したいと思います。今ってブラックフライデーの時期ですよね。なんか正直言ってね、ブラックフライデーがいつからいつまでか私分かってないんですけど、多分11月末ぐらいまでのセールやと思うので、皆さんのお買い物の参考にしていただけたら嬉しいなと思うので、私なりのこれはリピあり失敗やったなっていうのも交えて紹介していきたいと思います。でですね、初めて今日私の動画を見てくださる方は、私の口の中のこのね、白いやつ見えるかな、白いのが気になると思うんですけれども、これは今外科矯正、歯列矯正の手術後でゴムをかけてるんですね。これは治療の一環でやるものなんですけれども、ちょっとそれが気になるかと思うんですけれども、なんかね、食べ物が挟まってるとかではないのでご了承ください。今回ですね、合計で4300円分買いました。まず一つ目がタトゥーシールです。いきなりね、なんでタトゥーシール買ったんかな。まあ、私もね、タトゥーにめちゃくちゃ興味あったわけじゃないんですけど、あまりにも安かったんで、ちょっとね、遊んでみたいなと思って買いました。で、一つ目がね、こちらです。でね、もうね、2個使っちゃってるんですけど、これがね、1シートで82円でした。これだけ入って1シートですね。で、実際やってみたのはこんな感じです。手首に近いハート型の方がこれなんですけど、実物ね、今映像で見せるとこんな感じです。見えるかな、うまいことここにやってます。これがどれぐらい日持ちするかっていうことなんですけど、これね、先週土曜日の夜お風呂入った後にやりました。で、日月火水、今日水曜日なんですけど、シャワー2回で湯船に使うお風呂2回入って、こんな感じ、全然ね取れてはないです。ワンポイントで、やり方もすっごい簡単なんで、これ私的にはすっごいおすすめですね。何人かに「それ何タトゥー?」って聞かれました。で、これ本物のタトゥーじゃないです、シールなんですよって言ったら、へえって、面白いねって言われたんですけど、やり方ね、とっても簡単ですね。せっかくなんでちょっとやってみたいと思います。見えやすいようにこれにしようかな。これ何座のマークなんかな。あ、こっち向きか。こうなんかね、星座のマークやと思うんですけども、これをねやります。ハサミでこの部分だけを切り取ります。はい、こんな感じで切りました。で、これの表面についてる透明のシールを剥がします。こうですね、これを剥がしてこういう状態にします。で、これをどこにしようかな。ちょっと上、さっきのハートの上に押し付けますね。こう乗せて、で、私は台所スポンジで濡らしてそのままポンポンってしちゃうんですけど、スポンジじゃなくてもティッシュでもね、いけるかなと思います。これね、水に濡らしたティッシュです。これを上に押し当てます。で、10秒から20秒ぐらい、あ、ちょっと水垂れた。10秒から20秒ぐらい離すとこんな感じ、ピラリラリラン。はい、こんな感じでね、ひっついてます。水分をティッシュでポンポンポンって取りますね。で、今ちょっと周りにテカリがあるんですけど、シールの形にね、うっすらね、テカリはあるけど、こんな感じでね、もうひっついてるので、こすってみますね。はい、こすってこんな感じ。今ね、そんなにね、力は入れてないでしょ。力入れずにですけど、こすってこんな感じ。はい、こんな感じで、まあ3日ぐらいねは全然楽しめると思います。そういうね、タトゥーシール1シート82円のこちらが1点目です。で、もう一つタトゥーシール買いました。次はね、ちょっとちっちゃくて2シート入ってるものです。こちらです。これの2シートでお値段が78円です。これをつけた感じはこちらの人差し指についてる方なんですけども、実はね、これ3日ぐらいでもう取れちゃったんですよ。ここにつけてたんですね。うん、こっちは持ってるんですけど、今でもこっちのね、ちっちゃいやつは普通に洗い物とかお風呂とか、まあ、洗顔とかね、日常生活するので、その間に取れちゃいました。なんかちょっとね、物によって接着剤がね、違うのかもしれないです。大きさっていうより種類かなと思うんですけども、こっちのタイプは大きさ以外に色がちょっと違いました。こっちは真っ黒なんですね。で、
こっちはちょっとね、あのブロンズっていうか茶色っぽいんですよ。うん、まあ、その関係かわからないですけど、こっちはねちょっとすぐ剥がれちゃいました。うん、これは2シートで78円です。ワンポイントにしたりとか、まあね、剥がしやすい感じを求めてるんだったらこっちがいいかなと思います。で、次ですね、次はね、髪の毛のヘアアクセサリーを買いました。髪の毛のヘアアクセサリー、1個目がこちらです。じゃじゃん、プラスチックみたいな感じのハートのバレッタですね。商品名はハートデコレーションフレンチクリップ。マルチカラーワンサイズって書いてるけど、まあ、マルチカラーっていうか、これね、1種類しか色なかったと思います。よく見ると、ここに文字が入ってるんですけど、まあ、ほとんど目立たないですね。裏側はこんな感じです。普通のバレッタですね。よいしょ。こうなります。こうなるので、ここに髪の毛挟むと、金具が見えない。タイプですね。ここにビーンと金具見えちゃうんじゃなくて、ちゃんと隠れるタイプです。これのお値段が248円でした。300円以下でこれやったら可愛いなと思って買いました。で、つけた感じはこちらです。ね、私の髪の毛がちょっと金髪なので、イメージしにくいかもしれないけど、結構馴染むので、すごく綺麗だなって思いました。ちょっと使いにはね、いいと思います。まあ、がっちり全部は止まらないかな。どうやろう。髪の毛少ない人だったらこれ一つでまとまるかもしれないけど、私はねハーフアップとかで使いたいなって、あとはサイド、うん、ここら辺止めるのにいいかなって思って使ってます。次もヘアアクセサリーです。こちらです。商品名が蝶々結びデコレーションヘアクリップブラック。これね、ベルベット状になっててお値段が120円なんですよ。めっちゃ安くないですか。裏はちゃんとしたこういうねバレッタになってます。ピンって挟むクリップじゃなくてバレッタになってるタイプ。これがね120円って安くないですか。実はねこれね、私友達とね、あのめっちゃお揃いやったんですよ。めっちゃっていうか友達にシーン何買うって相談したら、これ買ったよって LINE っていうか、あ、 LINE っていうか写真送られてきて、そこにねクリップお揃いやって書いて。何点があるかちょっと考えてみると、ベルベットなんでそもそもねちょっと白いホコリとかつきやすいかもしれないけども、あのめっちゃペラペラはしてないです。だけど高級感があるサワサワのホコリがつきにくいベルベット調かっていうとそうじゃないですね。もう120円なんで、120円でこれってめっちゃ安いと思うんですよね。万能やから黒って使いやすいなと思います。結構ねこれも使いました。つけた感じはこんな感じです。これはね買って損はないかなと思います。ベルベットのところが最初ね届いた時にちょっとねなんかシワっぽいっていうか肩がついてたような気がするんですけど、普通にこうやって置いてたらそれも気にならなくなりました。で、次が3個目のヘアアクセサリーです。こちらです。商品名が3本入りスパイクデコレーションヘアピンで、お値段が3つで242円です。裏側がこんな感じのパッチンクリップですね。パッチン止めになってます。で、つけてみた感じは私の横髪止めたらこんな感じ。大きさも程よくて、後ろでね2個止めても可愛いと思う。2個使い3個使いもね全然あると思いますよ。で、パッチンクリップなので重ねてちょっとやってもいいかも。ちょっと重なるようにつけても、うん、モコモコしないのでいいかなと思います。で、私あの普通にあのお出かけ用として使う以外にも、なんか家でね前髪邪魔やなと思ったらパッて止めれて、ちょっと寝転んでも痛くないので、これかなり重宝してます。で、合成皮革なんですけど、テカテカしてないから本当にレザーっぽい質感がありますね。これはね本当に安いし、まあ、242円に高級感求めたらあかんとは思うんですけど、すごいね私としては高見えするアイテムやと思います。これはなくしたり傷んだり、まあ壊れたりしたらね買い直してもいいかなって本当に思ってます。で、次もヘアアクセサリーです。ヘアアクセサリーというかこれですね、髪の毛をくくるゴムなんですけれども、商品名が240ピースシンプルヘアタイクリア。これね240本入ってて53円やったんですよめっちゃ安いですよね。これ
系のシリコンゴムってダイソーとかね安いところにも売ってるんですけども、なんか中途半端に丈夫、2回3回使えるんかなって思っちゃうけど、実はね劣化してて1回で取れちゃっても困るから、ここまで安いやつをもう1回使い切りっていう感じで割り切って使う方が私はねちょっと安心できるかなと思ってるので、240本入りで53円ってめちゃくちゃありがたいですね。で、髪の毛が金髪でなかなか一般に売ってる黒とか茶色のものは使いにくいので、まあ、使いにくいっていうかね、ゴムが見えちゃわない方がやっぱりいいと思うので、この透明なやつねすごいいいなと思って買いました。で、これね何回かもう使ったんですけども、普通のシリコンゴムっていうのかな、ダイソーさんのとかよりもねちょっとね分厚いんですね。で、一回キュッとやるとね伸びる感じだから、これはねほんまに使い回しはできない、何回も使うということはできないと思うけど、しっかりね伸びます。うん、これもねなくなったらやっぱり消耗品としてリピートしようと思います。何気にねこのポーチもねなんか可愛いし、まあ、これを何かに使うっていうことはあんまりないと思うけど、テンション上がりますね。で、次がメイク用品です。メイク用品今回は2つ買いました。1つ目がこちらのポーチです。じゃじゃん、トラベル用のポーチになっていて、中身が公式サイトで言うとこんな感じなんですけど、実際こういう風に筆が入るものとこんな感じの中身になってます。これね旅行用なんですけど、家でメイクする時用にちょっと使ってみたんですね。使い心地どうかなと思って、そしたらね生地が思ったよりもしっかりしてて使い心地良かったですね。で、ここのねペン入れはファスナーって、なんていうのこれ、マジックテープかマジックテープがついてて、ここに留めれるようになってるんですよ。面ファスナーがついてて、それでしっかりね閉じられるので、これねなかなかいいかなと思います。中にファンデーションね、リキッドとかあとチューブ、結構ね大きさが大きいものも十分入るので、なかなかね優秀やと思います。まあ、メイク用品がめちゃくちゃ多い人が基礎化粧品もボトルごと入れて1週間2週間行くってなったらちょっと足りないかもしれないですけど、ファンデーションとかこれぐらいのサイズをね入れるってなると全然余裕あるので、あとパウダーとかね厚みのあるものも十分入ります。その点ではね私の使い方にぴったり合うし、まあ3、4日とかそれぐらいの出張旅行やったら全然これでカバーできると思います。これはね意外に生地が良かったのでおすすめですね。で、値段なんですけど、値段360円でした。360円っていう値段考えるとめっちゃお得、お得っていうかそれ以上の価値があるなって思いました。なのでおすすめです。色はね多分ブラックしかなかったかな。シーンの他の商品の中見てもらったら同じような感じで色違いあるかもしれないんですけど、私はブラックを買いました。次もメイク用品です。買ったのがこちらです。ケース入りのブラシですね。ポン、こんな感じ。私はねこれフェイスブラシとして買いたかったんですね。パウダーを仕上げにパパってやる時とかお直しするように買いました。色はピンクと黒があって、値段が195円でした。商品名が折りたたみ式パウダーブラシホットピンクですね。でね、これねすっごいふわふわで、収納もこういう風に伸ばしてポッて入れれるのですごいいいんですけど、2点ちょっとあれって思った点があります。1点目は見えるかな、見えないかな、ちょっとね抜け毛があるんですよね。今ぽやぽやぽやって抜け毛が気になるかな。安いので仕方ないとは思うんですけど、この抜け毛が収まるもんなのかどうなんかな、わかんない。でもね抜け毛がチコチコするっていうことはないです。で、あともう一つは匂い、なんかね石油系っていうのか、なんて言うんだろう、めっちゃ臭いんですよなんていうのかな、プラスチックの匂いっていうか接着剤っていうのか石油系っていうのか、臭いです顔にね近づけるものやから匂いって結構重要かもしれないけど、うん、臭いなって思いながらこうやってます。
その2点がねちょっと難点ですね。でも195円で持ち運びできて、のりもよくってふわふわなので、劣化したらまたリピ買いしてもいいかなって思ってます。いろんなデザインでシーンさんの中でこういうブラシあるので、お好みのものをね選んでもらったらいいかなと思うんですけど、私もねいっぱいある中から悩みに悩んで、結局まあ品質がわからないから一番安いやつでいいかっていう感じでこれにしました。パッケージ自体はね全然高級感はないです。で次がねタイツです。タイツは2種類買いました。商品名がミニマリスト無地柄タイツコーヒーブラウンで、ワンサイズで値段が744円のものです。で、公式サイトの画像を見て私がイメージしてた分だと、もうちょっと濃いかなって思ってたんですね。で、実物がこちらなんですよ。もうね、洗濯しちゃって。で、実物がこれやから、思ったより明るいなって、肌色やなって思ったんですけど、履いた感じは割と落ち着いたトーンやったんで、よかったなって思ったのと、意外とお洋服に馴染む。暗すぎず、反対にストッキング、生足っぽくもないので、ちょっとね、なんか、なんて言うのかな、なんて言うんやろ。ごめんなさい、ちょっとね、表現がうまくできないけど、私的には良かったです。ほんま語彙力なくてすいません。で、裏側はこんな感じ。紐にはなってないので、私みたいな厚がりタイプ、なんかちょっと分厚いもの着たら厚いなって思うタイプの方にはいいと思います。タイツの、80デニールぐらいかなと思います。で、透け感はねこんな感じ、伸ばすとねこんな感じです。丈夫そうですよ。穴開きそうっていう感じしないです。簡単にね穴は開かないかなと思います。つま先は特にねかかとのセットはなくて普通に塗っているだけですね。こんな感じ、両面こんな感じです。で、もう一つタイツ買いました。で、これがね私ねもう分かってて買ったんですけど、こんなね肌色のねちょっと外に履くのはどうかなっていう色です。これ商品名がフリースラインタイツのベージュワンサイズで、お値段が675円でした。これ本当に寒さしのげたらいいかな、でスカートの下にブーツ履くので、色どうでもいいかなと思って買いました。これまだ着用していないんですけど、中がねこんな感じの肝もこもこになってます。これは本当に防寒対策用ですね。まあそれかショートパンツにロングブーツで、本当に足が見える隙間、まあショートパンツっていうかハーフパンツか、ハーフパンツでロングブーツ、足がほとんど隙間が見えない時やったらこれ履いてもいいかなと思うんですけど、ちょっとねどうやろう、履いてこれをバーンって見せるのはちょっとダサいかなって思います。私はねこういうワンピースの下にもう防寒用として買おうと思って買いました。安いのでねいいかなと思います。ラストがお洋服です。今回唯一買ったお洋服なんですけど、こちらですね、タートルネックのセーターで袖がないタイプです。こんな感じ、ケーブルニットになってて、裏はこうですね、裏はシンプルな縦編みになってます。前側がこちらです。で、これね1503円でした。で、生地感がネット通販でわからないし、ペラペラのシワシワになりやすいやつかなと思ってたんですけど、届いた時にちょっとね折りじわはあったんですけど、かけてたら取れるレベルですね。ちょっと残ってるかなこの辺、そんなに気にならないレベルで、なんでねこれ買ったかっていうと、私こういうワンピースがすっごい好きなんですね。でも冬場やっぱりこれ一枚じゃ寒いし、かといって長袖ってね逆に私暑すぎる場面とか多いんですね。あと袖の長さが長すぎて家事とかいろいろするのに邪魔になるっていうのがあるので、袖なしタイプを買ってみました。1503円ってね大丈夫かなって思うんですけど、実際に着てみたいと思います。はい、着てみた感じこんな感じです。ちょっと後ろに下がってみようかな。こんな感じですね。ギリギリ画面でギリギリかな。色はね黒もあったと思うんですけど、私はベージュ系が好きなのでこの色にしました。素材はアクリルですね。アクリルなんで、
綿とかよりも静電気起きやすかったりとか毛玉になりやすいとは思うんですけども、1503円でちょっとお試しというか、家で気兼ねなく着たりとかね、ちょっとした時にはねいいかなと思います。どうですか？襟の具合はこんな感じ。私の首が短いのでちょっと詰まって見えるかもしれないけど、ゆったりはしてます。全然苦しくないですよ。今回のお買い物は以上で、今まで紹介したやつ全部合わせて4300円でした。めっちゃお得かなって思いました。大きい失敗は今回なかったですね。で、シーンでお買い物するコツって写真付きレビューをじっくり見ることですね。特に私はお洋服とか下着は結構危険かなって思うので、買うときはねかなりじっくり見ます。で、シーンの11月のお得な情報なんですけれども、21日からこれもう始まってますね。21日から29日までが、ベストセラーがお値下げ最大 99% メガタイムセールって言って、5万点以上のアイテムが 99% オフになってるそうです。で、あとブラックフライデーに関する情報が、ブラックフライデージャンボ応募受付っていうのが24日まで、ブラックフライデージャンボ抽選で200名に全額キャッシュバックっていうのが25日から29日までやってるそうです。それから全品ポイント2倍キャンペーンっていうのが24日まで、そして 30% オフの無料ギフトが25日から29日まで、そして全品送料無料になる期間が25から27の3日間ということです。送料無料っていうのが私一番ありがたいなと思っていて、マシーンは普段から2000円以上トータルで買うと送料無料になるんですけれども、例えば私が紹介したこういうゴム、ね、100円以下のものを1個だけ欲しいなっていう時に送料無料ってめっちゃありがたいですよね。で、初回購入がまだの方は、初回はね皆さん送料無料になります。初回は300円オフがついて送料無料なので、まだ買ったことない人っていうのはね、この送料無料期間に合わせなくても今すぐお買い物しても送料無料になります。シーンの到着までの日数なんですけども、今まで私がアリエクスプレスとかウィッシュとかで買い物してた時に思ったのが、3週間とか1ヶ月とか待たされるのでめっちゃ遅いなって思ってたんですけれども、シーンは3日から5日の間でどれも届いてたと思います。だからね、アマゾンみたいに翌日届くっていう感じではないんですけど、1週間も見てたら十分到着するので早いなって思いました。激安通販なので物によって失敗っていうのはねあるかもしれないんですけれども、安くて早いっていうのはすごいねいいかなと思います。はい、今日はシーンで買ったお買い物を紹介しました。ブラックフライデー期間、送料無料期間あるのでお得にお買い物してみてください。皆さんが買ったおすすめも教えてもらえたら嬉しいです。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の私立矯正に関する情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。